声をかけてくださって、ペンライトもね、あの動くんですね。いつもあのこちらのねキャンペーンの様子を私あのインターネットでフェイスブックとかそういう、まあ、あの見れるんですけど、いつもね拝見させてもらっていると、歌手の皆さん あの後ろに必ずこのおじさんが映ってらっしゃって、もう有名なんですよね。でずっとずっとその姿勢で映ってらっしゃるから可愛いなってずっと思っていて、本当に今日もありがとうございます。はい、こんな夜は切なくて歌わせていただきました。まあ、秋になりまして、いろんな秋の味覚ってあると思うんですけど、この前私ちょっと最近引っ越したばっかりで、いろんな街をですねちょっと散策してみようと思って、近所をブラブラしていましたら、まあ、居酒屋というか、まあ、ちょっと食事どころ、お酒も飲めてお食事ができるという、まあ、ママが一人やってるところであるんですよ。でね、そこ看板にこうそこにメニューが書いてあるんですけど、7月ぐらいですかね、まだ夏まだ始まったぐらいなんですけど、新サンマ定食500円だったんですよ。で、新サンマもうあるのと思って、で、500円と思ったんですよ。で、入ってでママさんにくださいって言ったら、あーもう終わっちゃったって言って、終わっちゃったないっておっしゃって、そうなんですね、じゃあどうしようかなって、もう一番この店で一番おすすめなのは何って言ったら、あ、このね一番ねここでねおすすめなのはねカレーなのよって言って、じゃあそのカレーくださいって言ったら、あのね夏はねそのカレーね気合が必要なのよ、だから今日はないのって言われたんです。ね、そうなんだと思って、じゃあどうしようかなっていろいろ見てて、じゃあゴーヤチャンプルって言ったら、あーゴーヤチャンプルね、あのねゴーヤがないのって。で何があるんだろうと思ったんですけど、でもまあまあ卵とかはいっぱいあるんですよ。でなんかそう、とりあえずその時は何かこう簡単に食べるものを頼んでいただいたんです。でもうそのお店が気になって気になって仕方がないんで、まあ、結構家に帰る途中こう様子を見てると、まあ、7月が過ぎ8月が過ぎ8月9月になり、見ても新サンマ定食500円あります、あるんだって。でもういよいよもうやっぱりこう季節がサンマの季節がやってきたから、もうあるだろうと思って、ちょっと試しにもう今日明日ぐらいにちょっと覗いてみようかなと思ってるんですね。皆さんあると思いますか？わあ、ねえ。